はい、オーガンスでございます。今日なんですけども、朝の時やっていきたいなと思います。まずはですね、こちらの方なんですけども、ゴルコンの、頭脳 NZ さんがですね、早速作ってくれました。新しい新 RNG 方式、今のフレマとかですね、やると新 RNG 方式の新調整版になってるんですけども、そちらのシュートと、セービングのね、バランス関係が今までと従来とどう違うかというのを表にしてくれてます。はい、早かったですね。何日か前にあったんですけどね、トーマさんやるかなと思ったら、トーマさんなんかドタバタしてるみたいで、自分の方でちょっと朝トークで触れていこうかなと思います。前回の、いわゆるこのチャンネルでいくと WCIC の試合でやってたような抽選方式はこちらの一番右の前回挑戦版というところです。前回と一番大きいところ、そして一番、今回の従来のランクマとか、ハイとかだと違うところっていうのはこちら、 130% 以上の差がある場合はオール 100% で攻撃側守備側が必ず勝つというような仕様になっております。まあ、前回の調整版や現行でいくと89とか86ですね、いわゆる 10% のシュートが入れられた、 10% のシュートが入ったっていうのはもうなくなりますというところですね。はい、まあ、ただ現行の 84% のやつが今回は 90% になっておりまして、前回だったら 92.5 というふうな形になっています。今回のポイントは前回よりもかなり小刻みに調整されているっていうところですね。 2.5 ポイントごとに 2% 近い 2% 前後の、上昇率をしていくっていうので、勝率に関してかなり細かく設計をされております。かなり細分化された振り分けになっておりますね。はい、で100から 105% というね、シュートに対しての近似値に関しては、今ランクマとかハイとかやると63とかよく言ってたものが、まあ、ほぼ前回同様ですかね、66になっております。で前回の次の段が今日ちょっと極端でいきなり 73.5 という数値を、調整版、今はいわゆる69というね、よく言う数値のところが、今回は段階別67から最近 73.4 というところまで振れ幅があるというところで、かなり細かく調整されている印象ですね。なので、今までと違ってラッキーシュート、今でいうね 10% 台のラッキーシュートっていうのはほぼ100なくなって 100% になってて、以降は、そうですね、守り側の方に関してもスタート近似値だった場合は30、今6になってるものっていうのが、まあ、34になると、前回は33になってて、ピンチがよりピンチになってるという状態。まあ、特にこちらですね、あの 105% から 110% のレンジというのが、前回は 26.5、 今でいうよく言う 30% のところですね。はい、こちらの部分っていうのがかなり細分化されてまして、105から106ですと 32.7 というところで、今の値よりもセービングの率が高くなる。ただ逆に離されてしまうと 26.5 というので、前回の修正同様に結構止めれなくなってくるというような印象です。はい、あとは 2% ずつの勝率に応じて段階的に減っていくんですけども、最大でも1桁で入れられるということはないんですが、 127.5 から 130% のレンジの場合は 10% でも入れられる可能性がありますよというようなところです。ただこちらは現行のシュートでいういわゆる 16% のシュートですね。はい、こちらが入るというような印象ですね。はい、で、今までだったらこの 13% 以下のものは全部 0% で 100% 止めていくというふうになっておりますので、こちらの方もね、調整、まあ、体感的にそんなに変わらないかなっていうような気がしますけど、ここですかね、結構最近キーパーシューターの、同バフ条件時の近似値だった時に、一気にね、前回までは 26.5 に突き放されてたレンジっていうのが、まあ、32から 26.5 のレンジというのがあるので、まあ、簡単なイメージで言うと3回に1回と4回に1回の幅くらいまで、詰めれたかなというような印象でしょうか。はい、4回に1回、まあそうですね、4回に1回と3回に1回くらいまで詰めれたような感じじゃないですかね。はい、そんなところで、今日はまずオープニングでは 新勝率レポートの、修正版の方ですね、お送りさせていただきました。まあそこまで極端に変わらないかな。うん、今の、これは入ったろっていうようなね、威力の差っていうのがより入りやすくなりますし、前回
よりも、まあ、細かく抽選のパーがやったので、まあ、よく自分がこれ何パーですねっていうのが言えなくなってくるといろんなやつですね。もうこれほぼ言えない、わからない、こんな二刻みのやつ覚えれんわというところで、今日まさの時やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。それではこちらの画面の方戻っていきましょう。さあ金曜日ということで、今日は何がやってくるかお知らせのおさらいをさらした、ちゃんとやっていきたいなと思いますというところで、今日はアップデートありますね。はい、プレミアランクとか 何ランクみたいなのがアップデートありみたいです。はい、あとはダウンチャレンジロードニューアイル、これはちょっと面白そうなところでございます。あとは試合観戦の履歴が表示されるようになっておりますというところです。はい、さあ、そんなところで自分が気になっているのは、こちらですね、4500万人ダウンロードキャンペーンの、片桐さん、そしてが、三上さん、ワンちゃんガモさんが強いことあんのかな。これ自動ブロック自動パスカットだったらちょっと気にしてみます。これ技だったらいいな、自動ブロック自動パスカットあるのだいぶいいですけど、三上さんは即属性だと捨て次第、片桐さんは力だったらちょっと興味があるかなくらいなんですけども、はい、あとはマニュアルディフェンス、はい、あとログボでガチャのチケットが来るというところと、イベントミッションで保つがゲットできるというところは美味しいんじゃないかなと思います。はい、皆さんね、リーグちょっと残しておくといいかなと思うんですけど、もうやっちゃったの忘れてましたね。はい、さあ、そんなところでなんですけども、まずは大きなところでいくと、まあ、そんなところか。あとは今日金曜日なので、エスパ皆さんね、取りましたか、いかがでしたでしょうか。取った方はね、強くて活躍してくれてんじゃないかなというような形です。はい、デバフパの人とやったんですけども、デバッパの人とやったって思い出す今日なぜか知らんけど、黄金世代の人は VAQ、 そうよ、 VAQ WCIC 行ってたの、あ、 WCIC DCS 出場してたの、そうですね、なぜか今日黄金世代の人とばっかりよく会ったんだということで、DCS じゃないや、 WCIC を前に練習になったんだと思うんですけど、852の人に負けたなっていうところで、まあでも、その今言ってるところは、この日本デバなんかですね、今月なんか日本パ覚醒してしまってよくないんですけども、このデッキを考えたんですよ。で、このデッキで、あ、意外とおもろいと思ってて、まあでもデバフもチェックしてみようと思って、こっちになったら急に勝率が下がって、基本的にはなんだ、基本的にはこれ、あ、どれもないなないぞ、デッキがないデッキが、これか、多分基本はこれなんだろうなと思います。はい、8月26日からのこれがね、一番やりやすい感じで、まあこれもいいなと思ったんですけど、これを試したんですよ今日。もうちょっとワンチャンね、ワンチャン試してみてください。これポイントはサーブなんですけども、駆け引きがそうですよ。モリパにするか、ガード寄せにするか、デバフ加えるかみたいな、こう相手を惑わすデッキ、惑わすサーブっていうのを考えてみたんですけど、そうすることでお相手は多分ガードを下げきれないなとかちょっと思って、だってデバフでこれ何パー減らせるんだ、21の24減らせますから、頑張ればデバフ24かけれるので、ノーガードのモリモリにはできないだろうみたいな、逆にデバフの人と当たった時は、デバーガードの方に変えたりとか、まあ、状況に応じて相手のガードが弱ければデバフも足していくみたいなサブを考えてみたんですけども、これね、意外とそう、翼くんではエスパ対策を考えてたわけですよ。で、あと最初どうせヒューガくんでマッチしていくんだろうっていうので、お得意のここにあれです、復帰させました、復帰させて葵くんを復帰させて、でもみんなこっちに逃げてくんですよね。でもこっちに逃げてっても葵くんもついてくようにプレスをかけるんですけど、意外と翼とマッチして、この翼くんは封印ガード1個持ってる中年っていうところで、じゃんけんをしていくというようなところで、中年自分に言った気がする、はい、っていうところ。ただこれが問題があって、ガードが思いのほかそんなに強くなくて、このデッキデバフの人22に見えるんですけど、12なんで62なんですよね、はい、62のたけしだけなんで 61.5。 ヒューガ君に関してシュート打つ分には全然、ね、問題なくて、大体のキャラクター抜けるんですけども、まあやっぱりこう翼がガードがない分、まあいろんなところで苦戦するというような印象ですかね、はい。まあ、ただオランダとか戦った時にやっぱり葵くんがここに来た、そして気になるのが、多分ここにこうトップ下に
スタインがとかがいると、スタインが多分これを気にしていろんなところにパスを出して短期マッチ狙うんですが、うまくやると青木がついてくるというので2マッチ狙えるというところと、この子は常に隠れているというところがポイントです。はい、まあ、これでもね検討中というところで、まあ、ただこんなあのね、個人的なっていうか、まあ、個人ごとですけど WCIC を前にこんな日本パ全開でやってていいのかっていうところもあって、まあでも、うん、もうやランクもやって勝てなければもうちょっと、ね、メンバーに譲ればいいのかなと思いながらも、日本いや出るなら日本パベースで頑張りたいなとか思ってて、でもランクまでそんな森日本パの人とかほとんど合わんしなとか思ってなとか思って、まあちょっと今日のね4500日ダウンロードを、気にしてみたいなと思っております。はい、まあやっぱ改めてランクマデバフ、自分ができるデバフ、さっきのねデッキやりましたけど、やっぱりちゃんとデバフやってる人との大きな違いっていうのは、やっぱり自分のデッキはちょっと中途半端ですね。オランダの人たちとやったりとか、特にエスパとか入ってるんで通用するかなと思ってやってみたんですけど、ぶっちゃけデバ盛り同士だったらそんなにね困ることは少なかったんですが、やっぱりオランダだったりとか中途半端の盛り返しができる人とかだと、やっぱりもうちょっと苦労するなっていうのが分かりました。まあ、その原因はやっぱりこのドリコレ岬と、この翼くんっていうところが大きいですかね。はい、この微妙なんですけど、やっぱりこうでここのガードじゃなくてデバフ、バフとデバフだけでやっぱり70をやっぱり超えていくというのが、まあ、今ねデバフで勝率高くやりやすい基本ラインなのかなというようなイメージがありますね。自分だとやっぱ超えきれないのであまり良くないのかなというようなところがあります。はい、なんとなくねそんな感じがしますね。まあ、逆にガードの方はねしっかりしてるんで、まあ、その辺の部分としては後半もまくり返せたりもするので、まあ、やりやすさっていうのはね若干感じたりもするんですけれども、うん、まあまあまあでもやっぱりこうそうですね、下げ切るっていう風に、ね、割り切った特化した方がいいのかなというような気がいたしております。はい、まあ、ちょっとあと自動もないしね自分のデッキだとね、そこもやっぱ問題点。まあ、そんなところで、まあ、やり込んでいくとその微妙な、そのさっきの最初の冒頭の RNG じゃないですけど、ちょっとしたそのバフサーが RNG にも大きく影響していくというようなところにもなるので、まあ、やっぱり電気の方向性っていうのは慎重に突き詰めるなら突き詰めていって、コンセプトを持ってやっていった方が、まあ、もちろん何でも取りますよ私はみたいな人はね、全然いいと思うんですよ。全部のキャラの中から好きなねキャラクター配置して育成してやっていけばいいと思うんですけど、まあ、やっぱりこう決めてこっち系かなとかっていう人とかはやっぱりこうブレないでやっていった方が、まあ、もちろん勝てない時もありますけど、まあトータル的には長く楽しめますし、まあ、悔しい思いとか勝率下がるかなっていう時もあるかなと思うんですけど、まあ、自分のターンが来た時はねいい状況でも作れるので、まあ、その辺はその時間と費用とこのゲームをどの辺で遊びたいかによるかなと思います。はい、まあ、そういえばカゴタズがノーガードだったんで、でいつも葵にやられる葵にやられるばっかり言うから、もうなんかデッキでちゃんとやったらみたいな話をしたんですよ。そしたら結構いろんなキャラ持ってて、まあそれを使いたくないとか言い出すんですけど、でもそれでも負けて文句言うくらいな、そのキャラ4突もしてんだから入れればいいじゃんとかちょっと思いながら今日話をしてて、したらなんか今度チームスキルがないとかっていう話になってなんだそれとか思いながら、チームスキルないならまあじゃあこっちでやったらとか言ってたら、なんかネクドリのガチャ引いてコンプしてました。最近ねカゴタズやってない、カゴタズお昼トークやってないんですけど、一応ゲームは続けてて、ちょいちょい、ね、ランクマとかもやってるんですが、なんかねガードが組めないからデバフ来ると死んでしまうし、キーパーミューラー使いたいから葵くん来ると死亡してみたいな、葵のゴリ押しがとかいつもずっと言ってますけども、はい、まあまあしっかりね対応できるキャラクターを配置した方がいいよっていうような話をしてたんですけども、まあそういう意味では自分の好きなキャラクターで、まあ勝っても負けてもしょうがないなっていう風にやっていく場合もいいかなとは思うんですけどね。ただ負けてストレス溜まるくらいなら、まあ、ね、自分のターンが来るまでやらないか、まあ持ちキャラの中で抗うかというね二択になってくるかなと思いますので、はい、まあ今回カゴタズが、まあ、いつ配信するかわからないし、いつわからないですけど、そのデッキのね模様が分かればだいぶ変わったんじゃないかなと思います。はい、まあ、そんなところで、
ね、あの川口さんも着いたらまたお昼の配信とかやってくれるかなと思うんですけども、皆さんね、金曜日今日16時からまた新しいガチャ来たりとかイベント来たりとかオンライン来ていますので楽しみにしていきましょう。さあ今日はこの辺で終わっていきたいんですけども、土曜日ですね、いよいよ WCIC の、抽選会の方を、自分のチャンネルで夜の9時から配信できればと思っております。はい、スペシャルゲストも呼んでおりますのでぜひ楽しみにしていただければと思うんですけども、ここでなんとなんですがちょっとお知らせなんですけども、 WCIC 今回日本の連盟さん8連盟出るということで、日本からですね、今回アジア圏のね出場チーム多いというところで、VAQ にもちょっと相談したらぜひぜひということだったんですけど、うさぎ団長さんが、WCIC の配信をお手伝いしていただけることになりました。はい、これはね非常に心強いなっていうので、自分だけではなくて、うさぎ団長さんのチャンネルの方でも WCIC の世界予選の WCIC の試合の模様をね見れますので、ぜひ皆さんね楽しみにしていただければハイレベルなゲーム見れるんじゃないかなと思います。はい、またですね、WCIC の配信を、やってくれる YouTuber さん募集してます。はい、日本の連盟さん8連盟ありますので、主に土日の活動多いんじゃないかなと思いますが、もしご協力いただける、YouTube ライブができる条件を持っている、あとできる方ですね、ぜひWCIC 配信してみたいとかお手伝いして皆さんね力貸してくれる方いらっしゃいましたらぜひお声掛けいただければと思います。さあそういうところで今日はこの辺で終わっていきたいなと思うんですけども、いつもご視聴ありがとうございます。またぜひよろしくお願いします。それではまた。